こんにちは。マヤのお料理教室を運営しています近藤マヤです。今日はハロウィンのジャックオーランタンパイを作ります。中にはかぼちゃあんを入れます。まずはじめにかぼちゃあんを作ります。かぼちゃは皮を剥いた状態の重さで測ってください。一口大に切って耐熱の容器に入れます。こちらにふんわりとラップをかけて電子レンジで5分ほど加熱します。その間に卵をほぐしておきます。卵をよくほぐします。かぼちゃが柔らかくなったのでマッシャーで潰します。ここに生クリームとお砂糖を加えます。ここに卵を3分の2ほど加えます。残りの卵はパイの上に塗るのに取っておきます。この後こしてもいいですが、今回はかぼちゃの食感を少し残したのも楽しめるようにこのまま使います。塩も入れます。次にパイ生地を伸ばしていきます。パイ生地はまな板にくっつきやすいので、打ち粉をするかクッキングシートの上で行うと楽にできます。今回はこのくらいの大きさのパイシートを4枚使います。かぼちゃをかきます。パイシートは部屋の温度でどんどん温まってきて扱いづらくなるので、切った余計な部分はすぐ避けるようにすると簡単にできます。このように一つのジャックオーランタンにかぼちゃの形が2ついります。で、一つに顔を描きます。こんな感じです。こちらの下の方に引くかぼちゃのシートはオーブンシートの上に乗せておきます。下に乗せるパイと上の顔の部分ができました。できたら両方フォークで穴を開けます。次に先ほど作っておいたかぼちゃのあんを4等分にします。大体で大丈夫ですので4等分にしてそれぞれに乗せます。この時に端の方1センチぐらいを開けておくと綺麗に上が閉じます。ジャックオーランタンの顔の方を餡の上に乗せます。このように乗せたら端をフォークで閉じます。次に先ほど残しておいた卵を塗ります。こちらを200度で15分ほど焼いて焼き目がついたら、その後180度に下げて20分から30分ぐらいカラッとするまで焼きます。パイが焼き上がったのでオーブンから取り出します。こんな感じに焼き上がりました。蒸気で下の層のパイがしなしなになってしまいますので、網の上に乗せます。これで出来上がりです。マヤのお料理教室はインスタグラムでたくさんお料理を載せています。北海道素材にこだわったお菓子や低糖質や低脂質のお料理などをたくさん載せていますので、詳しくは概要欄から見てみてください。